えー、では、N さん、ローマ字一文字です、うんえー。サザビーズやクリスティーズといったオークションハウス、うん、ガゴシアンといったメガギャラリーに将来的に勤めたいのですが、うん、どうすればいいのでしょうかいや <laughs>、そういう大学行けばいいんじゃないか。ゴロさん、これちょっと聞き慣れない名前なんですが、サザビーズ、クリスティーズ、ガゴシアン。うん、サザビーズ、クリスティーズは分かるよね。 私分かそれはもう代表的なオークション会社じゃないですか。ああ、どち,どちらもイギリスの。美術品のオークションといえばもうすぐサダビーズ、うん、クリスティーズ出てくるじゃないですか<う>で。いろんなところでオークションやってるじゃないですか、ニューヨークとか。これはじゃあ、会社に<れ>勤めるっていうことですよね。うん。あの日本の使者みたいなのもあるよ、<ー>どっちも。だけど、そういう仕事はないでしょう。それの多分 ガゴシアンっていうのはその二つとは違って画商だよ、えーうん、メガディーラーと呼ばれる巨大な画商だよメガディーラーっていうのは昔からある職業ですかいやメガ昔からディーラーという職業は昔からあるね画,画商だよ、うん、それが今国際的なそういうでかい画商が増えてるんだよガゴシアンとかみたいな、うん、メガディーラーと呼ばれるような でそのいくつかのメガディーラーが大体現代美術の値段を決めてんだよ。でその辺入ろうと思ったらやっぱりなんかあのロンドン大学のコートールズインスチュートとかああいうとこ、はあ、ああいうとこ出てないですいわゆるコートールズマフィアっていう人たちが占 <laughs> めてんじゃないのその辺って。どういうことを勉強すするんですか、ね、いや普通の美術,美術史とか。 ロンドン大学コートールズインスチュートとか普通の美術誌ある、うん、とこですよ。アーティストではなくて美術の知識の専門家専門家<お>うんもう新しめの美術の関係はさっきも言ったようにコートールズマフィアと呼ばれるぐらい各美術館の学園とかたくさん出てると思うんですよ、うん。へえ。じゃのフリーとかとバールブルク研究所っていうのもあるんだけどロンドン大学はい、うん、ロンドン強いんですね なんだ強いよ。日本人の方とかね。おいるよ。うん、なんかロンドンにはサザビーズインスティテュートオブアートああるあのサザビーズの学校がある。ういやもうそういうところに行く。育てちゃうんですね。はい。そういったところに。うんうん、ろに行く。日本ではむ難しいんでしょうね。 まあ、サザビズの日本法人とかで募集があればなんかあるんですけど、ん多分それ事務でしょ。そうですね。<laughs> そういうことじゃないと思うんだよ、そ,ですね、その人がやりたいな。スペシャリストの仕事をやりたいと思うから、はい、それにはやっぱりその、それなりの、本場の、お勉強、お勉強をしていただかないとっていう。だそうです。<laughs> はい。